はい、速稼塾の久保でございます。これがね、投稿されたブログでございます。私の方にね、こういう風に書いたよっていう風に見せてくれてますよね。下の方一部切れてるんですけども、上からタイトルも切れてますね。すいません。タイトルがあって、文章が一行ごとにあってですね。で、最後に介護職のって書いてるじゃないですか。これがアフィリエイトバナーです。この基本的な形を守って、タイトル、記事、そして最後にバナーという形でね、量産してくださってます。次のページ行くと、アフィリエイトの報酬画面が出ています。自己アフィリエイトなんですけどもね、よくやってると思います。で、通常のアフィリエイトもこれ聞いてるのかもしれませんけども、このような形でですね、売上を上げていて、確定報酬も出ているかなというところですよね。はい、入金が楽しみですね。で、次のページ行きましょう。はい、サイトの量産の青汁の効果っていうタイトルで文章が書いてあって、下の方に、野菜の青汁のね、ロイヤルユキというバナーが貼ってます。ここから売り上げが上がればいいですよね。同じ形でしょ。で、次がこのような形でございます。ダイエットサプリのタイトルで医師が監修したということで文章が書いてある。最後に、そのドクタースタイルっていうね、ドクターっていう名前もいいですね。医師が監修と。で、こういうブログをね、量産していけば売り上げが取れるんですよね。ただ量産の質よりも数に問題があるかなと思います。1日にやっぱりね、20個とか30個量産すれば、まだしもなんですよ。というのが、やっぱりね、1000個ぐらいの今はですよ。今はね、1000個ぐらいのブログの量産必要ですよ。単なる量産でいくんだったら。はい、次のページ行きましょう。はい、これも同じですよね。でも作り方は合ってます。日付も出てますね。はい、次のページ行きましょう。はい、同じでしょ？同じような形。これで量産していけばいいと思います。で、アクセスランキング出てますけども、今日が 1PV、昨日が 92PV と出てますよね。まあ通常 100PV に満たないようなアクセスだと売上を望むべくもないんですけども、ただね、1日に100アクセスとはいえども、これがね、1000サイトあったら1日に10万アクセスなんですよ。やっぱ10万アクセス毎日あると売上は上がります。数千円から、数万円の売上は毎日上がります。ということは、月収で15万から30万ってのが十分狙えていけるってことなんですよね。まあ、でも量産はね、本当にね、1日2、3個とかでは量産のうちに入んないんで、やっぱり2、30個とかね、そんな感じでやることが必要かなと思います。で、今回のブログの総評は以上です。これからも頑張ってください。